海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先は南アメリカ大陸の中央に位置するボリビア。その西に広がるウユニ塩湖は天空の鏡と称され、大自然が織りなす他に類を見ない景観が人気を集めています。そんな南米各地の絶景地を舞台にツアーコンダクターとして奮闘する一人の日本人がいます。大学卒業後、さまざまな仕事を転々とし、2年前南米のツアー会社に入社しました。幸せですね。これが俺の仕事だと思います。本当に日本ではなかなか味わえないものなので、本当に僕大好きですね。憧れの地でようやく見つけた自分の仕事。そんな彼を心配するのは、一代で自分の会社を築いたお父さん。どんな仕事でも一つやはり自分の信念をきちんと持って、俺はこの道で行くんだっていったところはやはりちょっと極めていく。今彼はこれからの人生を左右する大きな決断をしようとしていました。今勤めている会社を退職をして、独立を考えています。遠い地球の裏側で新たな一歩を歩み出そうとする息子に、父が届ける思いとは。失礼します。こんにちは。あ、どうもこんにちは、山口と申します。どうもお世話になります。今日ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お世話になります。今日はよろしくお願いします。息子さんの義人さんがボリビアでツアーコンダクターをなさっているということ。そうなんです。これも行かれて何年になるんですか？もう2年2年ですか。本当に行かれるってなった時っていうのは、そのお父さんお母さんの時はどうなんですか？反対とか。あ、全然そういう反対する気持ちは全然なかったです。何せ好きなことやれと。はい。どっかこう信用というか大丈夫かな的なことは。いや、信用というよりも、ええ、彼は結構飛び回ってるのが好きだったので。はい、はい、好きにさせてあげようということですか。はい。心配とかそういうことっていうのはありますか？うん、まあ本人がね、今まあ27ぐらいになっちゃってるんですけどね。はい。うん、30歳になったら前どうすんだっていうところですよね。ああ、それはお父さんからも結構おっしゃってるんですけど、どうすんだみたいな。私今会社経営してる立場上ですね、はい、まあ、やっぱりそういう本人にもやっぱその辺しっかりやってほしいなっていうのがありますね。将来的なビジョンですよね。そういうことです。これからどうしていくんだ。それをずっと続けるのか。そう。なるほど。まあ、それ見てみましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、よしひとさん、ボリビアです。グッド。ボリビアでツアーコンダクターとして奮闘するよしひとさんに、両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ16,000キロ、29時間。ボリビアの西部、標高3,700メートルの高地にある田舎町ウユニ。2年前に空港が開港したことで、首都ラパスからわずか1時間でアクセスできるようになり、世界各国からどっと観光客が押し寄せるようになりました。観光客のお目当ては絶景ウユニ塩湖。静寂に包まれた水面には大空が映し出され、天空の鏡と呼ばれています。そんなウユニで仕事中の義人さんを訪ねました。町の中心から車でおよそ20分、やってきた場所には列車の残骸が並んでいました。この辺でツアーやったんだったんだ。すごいなこれ。ブラブラ。なんだこれ。義人さん、あ、こんにちは。すみません、グッド地球便。よろしくお願いします。お願いします。今ここもツアーをやってあるってことですか？はい、今ちょっと列車の墓場というところで。列車の墓場。はい、すごいですねこれ。昔そのボリビアがすごい鈴が取れてチリとか輸出してたんですよね。その時すごく列車が栄えたんですね。はい、どん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 その採出量が減っていって、その文化が廃れていって、ここにどんどん投棄されたって言われてます。はい、今お客さんと一緒なんですか？はい、今ちょっと後で今はしゃいでる方がお客さんで。なるほど。はい、もう20。この日のお客さんは日本から来た男性が2人、共に一人旅だそうです。ウユニ周辺を巡り、最後にウユニ塩湖を観光する人気のツアーコースです。
2年前に始めた頃まだ月に7人しか来なかったんですけども、もう翌年に150人、で今年がもう300人なので、うわ忙しい、もう本当に一大ブームですね。吉人さんが勤めているのはエクアドルに本社を構えるツアー会社。一人旅はもちろん30人程度の団体旅行まで対応し、吉人さんは季節に応じて中南米各地を案内します。南米は四季はないんですけど、雨季乾季があるので、はい、その時期によって違くて、例えばウイニエンコであれば今の時期で1月から3月ぐらいが一番ハイシーズンなんですね、はい、で次5月から9月っていうのはそのガラパゴス、エクアドルのガラパゴス諸島のダイビングとかがすごくメインになってくるんですね。でその9月から次12月ぐらいまでが、まあ、コスタリカのシーズンですかね、はい。吉人さんのモットーは観光地だけでなく地元の人のリアルな生活ぶりも見てもらうこと。ウユニ塩湖に向かう前に市街地で必ず時間を取るようにしているそうです。1時間、10時間を設けますので、はい、もうその間も好きなように買い物したりいろんなことをしてください。ぜひぜひ。この時計台ですよ。分かりました、はい。この自由時間の間に吉人さんが向かったのは市場、昼食用の食材の買い出しに来たのです。新鮮さにこだわり、いつも買い物は当日、なるべく自分の目で見て日本人の口に合うものを選んでいるそうです。いよいよユニエンコに出発と思いきや、何かあったんですか？いや、ちょっと何もないんですけど、ちょっとドライバーがちょっとどっかに行っちゃったのでちょっとね、ドライバーが、ね、今遊びに行っちゃったみたいで、で待ち合わせの時間までのには来ると思うので、それまでちょっとブラブラしながら。これもボリビアのね、良さだと思ってルーズ、いや、ルーズではないんですけども、そうですね、ルーズですぬくぬくしながら待ちましょう、はい、すいません、本当に待ちかねた吉人さん、近くを探しに行くことに。ドライバーですもんね、観光客じゃなくてね。いいよ、ケツだし。メシコ取って。来ないと思ったらここでご飯を食べてました。トレスモスや。サビエ。三分間だけ。でも遅れてるので食べるとやめようとしないですね。そうですね。もうあれがボリビアルールですね。もうお腹が空いたら食べるっていう。3分だけ時間かかるんですよ。小判です。現地の人たちのルーズさに頭を悩まされることも多いそうですが、それでもドライバーは必ず地元の人にお願いするといいます。それはウユニ塩湖特有の事情があるからなのです。これがウユニ塩湖の入り口です、はい、ちょっとこれからもっと奥の方に入ってドライバーと相談しながら水のところを探していこうと思います。ウユニ塩湖の鏡のような景色は潮の大地の上に薄く水が張った場所だけに見られるもの。しかしその水の量は天候によって刻々と変化し、わずか数時間で絶景ポイントが変わっていくといいます。四国の面積の3分の2ほどもある広大なウユニ塩湖でそのポイントを探し出すには、塩湖を知り尽くした現地のドライバーの協力が必要不可欠なのです。塩湖を走ること30分、これはやばいっすよ。やばいっすよ。やばいっすよ。もう多分360度いけますね。すごい。かなりいいですね。もうここら辺の雰囲気はもう100点なんじゃないでしょうか。大自然が作り出した世界最大の鏡、ウユニ塩湖。無限に広がる大空を映し出す天空の鏡です。どうですかこれ、いいんじゃないですか。結構やばいですね。いいですよね。結構ちょっとやばいですね。今どこにいるのかわからないです。こっちよかった、本当に良かったですね本当に良かったですよ。毎回もう緊張しますもんね。ああそうか。
やっぱりこのあるあるっていうポイントでもないってことがあるので、あ本当にこうやってちゃんと本当にあるとすごく嬉しいですね。本当にホッとします。数百万年前アンデス山脈が隆起した時、海底が海水ごと持ち上げられてできたのがウユニ塩湖。その塩分が結晶となり、長い年月をかけて堆積し、この真っ白な湖を作り出しているのです。本当イメージで僕のこのサンダルのこのぐらいの水が一番ベストで、ここに水が入ってきちゃうぐらいだともうかなり水が多いですね。鏡のような映り込みを見るための理想の水深はわずか2センチ。それより深くなると風の影響で水面が波立ってしまうので、この絶景は見られないのです。写真撮りましょうよ、せっかくだから。ジャンプしましょう、2人で。 OK です、行きましょう。となるとだいたいこんな感じで、うわすごい、すごい、これはすごい、すごいカメラマンすごいマジで、うわこんな感じで。お客さんが写真撮影を楽しんでいる間にドライバーと昼食の準備をします。ここでこれはいい、これがもうまずいですからね。もうこの角度です、こうですからねすごいねこれ。何かとドライバーに声をかけ一緒に作業をする義人さん、それには彼のある考えがありました。ドライバーさんも結構一緒にやってくれる。そうですね、本当にこのドライバーの助けがないとやっぱり何事もできなくて、多分ドライバーと僕が楽しいと絶対お客さんが楽しいんですよ、うん、それは間違いないと思うので、絶対仲間外れにしないじゃないですか。必ずツアーには全てに巻き込みますね。バーベキューやるときも一緒にやるし、写真撮るときも一緒に写真撮るし、一番困るのが水を探してくれない、ガソリン代がかかるから水を探してくれないとかもいるので、それが一番困りますね。お待たせしました。じゃあぜひバー本前ようこそぜひ最高でしょ。この素敵なウーニエンコにいるので、どうやったら美味しく食べれるか僕考えに考えたんですよ。肉をやっぱり塩で食べるのがそのまま塩で食べるのが美味しい、うん、で塩があるのでこれをこうやってポーイってあとこの塩の下のザラザラで、うん、肉が柔らかくなる。おーおー、はい、あれ刺さってる肉が刺さってるんですよ実は義人さんがこのバーベキューの企画を思いつき会社の上司に提案した時、手間とコストに見合わないと大反対されました。それでもどうしてもやりたいと半ば強引に実現させたのです。今まであるものやっても多分面白くないなと思って、でウニエンコでバーベキューしたら絶対面白いというか絶対うまいと思ったんですよね、単純にでなおかつそう、多分誰も期待、それがやるなんて期待してなかっただろうし、常にこの人を驚かせたいというか、それやるんですかみたいなのが欲しくて。おお、はい、できたよぜひ。うまいでしょ。あと塩味足りない時はまたこれでつけて食べることいいですお客さんに心の底から楽しんでほしい、その思いが義人さんの原動力なのです。うわーすごいね。高校生の時に見たテレビがきっかけで南米に魅了されたという義人さん、将来の進路に悩んでいた大学生の時初めて南米エクアドルを訪れました。いやもう衝撃的でしたね、もう本当にうわっこれが南米かと思って、もう全てがもう新鮮で衝撃で、人も良くて、もうそこでもうあもうこれにしようって決めました。大学を卒業後、ガイドや自然保護の仕事で南米と日本を行き来しながら自分の生きる道を探し続けていた義人さん、2年前現在の会社に入りガイドの経験を積んできました。そして今さらにその道を極めようと新たな決意をしたのです。で、もう今のこのスールトレックという会社は3月の20日で退社 をして、もう決定。最近になって新たな決意をした義人さん。で、もう
今のこのスールトレックという会社は3月の20日で退社 をしてもう決定していて。退社するんですか。はい。その後はあのパナマという国に行って、もう仲間が事業を始めているので、それと一緒にあの共同経営という形でどんどんその僕たちが思い描くものを作っていきたいっていうのがありますね。うん、南米なんて本当一緒に一回来るか来ないかだと思うんですよ、アジアと違って。その中で何度も来れないからこそもう一番目指したいですよね、やるからには。もう一緒の思い出になりましたとか最高の思い出でしたって言われると南米なんて言ってたわけ。南米なんて言ってたわけ。いいっすよ。やっぱでもその声が嬉しいってことですね。そうです、本当にいいですね。うん、もう何ていうんですか。OK、まず、por favor、explique。Entonces、その、まあ、自分の好きな南米を、いい部分も悪い部分も見てもらって、最高だったって言ってもらって、一番ですね。はい、二つ星ホテルです。ホテルじゃないですか。二つ星ホテルです。今日もホテルなんですか。今日もそうで、この頃はやっぱりあのもう出てる日が多いので、はい、アパート借りずに、ホテル借りずに、はい、住まいってことですか。ホテル住まいです。そんな感じです。湿気、湿気の匂い。荷物、荷物もスーツだけです。スーツケースだけですか。そうです、もう荷物はスーツケース1個とあとパソコン、だけでいつも移動してるような感じで綺麗にしてるんですよ。あ、めっちゃ丁寧ですね。妻があの結構まあ親父がちょっとあの学生の頃にあの定期とかなくすんです、はい、僕よく、はい、だからまあちゃんとどこに何を置いてあるかっていうのは把握しとけよっていうのが。お父さんそんな厳しかったんですか。厳しかったですね、本当物事に関しては。本当びっくりするぐらい怖いっていう印象ではなくて、あのちゃんと筋立ったことを話さないと、はい、あの説教じゃないですけども、はい、朝までコースになってしまうので。そうそうそう。何事にも真面目に一生懸命だったというお父さん、子供の頃の思い出が今の義人さんに大きな影響を与えているといいます。小学生です、子供会とかのみこしとかを作ったり、率先して作ってましたよね。あとタコとかもなんかあの手作り でやって、まあ、よくあの河川敷とかでやったような思い出がありますよね。で僕も今実際そうやっていろんなツアーを作ったりガイドを展示をしていろんな人に楽しんでもらおう、うん、考えて一つのものを形にするっていう部分では、それまあ親父からなんていうんですかね、まあ、もらったじゃないけど見てきたから、うん、まあ、そういう、うん、発想とかになるんじゃないのかなって思いますよね。どうでしょうか、あの VTR ご覧になって。いやいや、ね、話はいろいろ聞いてたんですけどね、はい、うん、だいぶ、うん、しっかりやってるなって印象ですね。よかった。あの楽しい人ですね。楽しいです。本当に喜んでもらいたいなっていう思いが伝わってくるじゃないですか、もう昔からあんな感じの。あんな感じです。明るい、はい、だから自分のことは通しますね。あの幼稚園の時も絶対にいつも大体主役なんですが、はい、その時も先生がこの尻尾じゃなきゃダメとかって言って、はあ、あれしたら大きい尻尾じゃないと僕はやらないって言って先生が折れました。何の尻尾の話ですか。すいませんね、タヌキかなんかのね、あの学芸会の時のお話。吉井さんに役がまず来て、そうです、タヌキの役が来て、でこの尻尾つけなさいと言われたけども、そうですそうです、その尻尾に対するこだわり。うん、で人間関係っていうのもね、その辺もすごくまた新しい会社立ち上げて、うん、そうだからね、ちゃんと考えて始めたかなって、ね、気がしみました、今。だからお父さんが心配してる、このそう、ね、30になって、うん、そう、どうすんだいっていう、どうすんだいっていうのが、まあ、ちょっとこう光が差してたというか、忙しくなりそうですね、これからも。ぜひ、ぜひ、より頑張っていただきたい。わかりました。じゃあ、この後ですね、あのお届け物をさせていただいているところまた引き続きご覧いただきたいと思います。お願いします。吉井人さん、ボリビアです。憧れていた南米での仕事がようやく形になり始めた吉人さん、今改めてお父さんの存在の大きさを感じると言います。
みんなで飛ぶ。うわあ、そうだ。やっぱり自分でこうやって仕事を始めて、これから何かやろうって思った時に思うのは、やっぱその、まあ親父が今までやってきたことであったりとか、親父の言葉であったりっていうのをすごく思い出して、信頼関係、人との当たり方、人との接し方っていうのはすごく大切にしなさいっていうふうにずっと言われてきたと思う。すごく今でもやっぱ意識しますね、いろいろと。はい。一人で会社を築き上げてきた父の言葉、その言葉を胸に新たな人生を歩み出す義人さんに、お父さんから届け物です。あのお父さんからの届け物を預かっておりまして、はい、後部座席、はい、届け物は義人さんのふるさと千葉の彦市凧。子供の頃お父さんがよく作ってくれたものです。二人で近くの河原を駆け回った懐かしい思い出がいっぱい詰まっています。そこにはどんなに厳しい風が吹いても夢を叶えるために高く飛んでほしいというお父さんの思いが込められていました。すごく、まあ、厳格なね親父だったんですけど、すごく実は優しい、もう一番考えてくれる人のことを、ぜひね、まあ、自分のお金で両親をね、その僕の好きな中南米に招待できたらね、すごいそれが楽しいかもしれないですね。それがまあ一番、言ってしまえば一番最初の目標かもしれないですね、僕の夢かもしれない。結構いいんじゃないですか？上がってねえだろ。高くは上がんないですけど。おお、どうしよう、お父さんには上がり方は もっと上がるよって。いやでもあのお父さんの思いがね、もうあの後部座席上げて見た瞬間にもうガンとこう伝わった感じしましたけども、うん、でもあの G があれはかなり、あれは、はい、夢に向かってね飛ぶっていうのは本当にやっぱこう願いですよね。